君は時の涙を見る。はい、クズの大趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、こちら、バーン、はい、出ました、カードダスガンダム、はい、そちらの水星の魔女、こちらがね本日ですねパックとしてね発売されました。カードのね、ガチャガチャ、そちらがね、そちらの方はなんか場所によってはねもうすでに稼働してたらしいんですけれどもね、パックとしての発売は本日からですね、はい、2月3日の金曜日から発売だったんですけれども、私もね予約しようと思ったんですけれども結構ね完売しちゃってたんですよね。うん、で、あの自販機の方もあの売り切れとかね、うん、結構人気あるみたいです。はい、SD ガンダム系ですからね、うん、まあほんとね小さい頃からあるシリーズなんですね、うん、私がね、うん、なのでずっと気にはなってたんですよね。でまあ一応コンビニ行ったらねちょうどあったんですよね、ワンボックス、はい、でまあ開封されていた状態だったんでこのようにね、うん、まあで数えたらね20パックあったんですけれども、まあどんな感じで入ってるか分かりませんけれども、ワンパックずつ開封していきたいと思います。はい、では早速ね1パック開封していきましょう。はい、一応ねどんな感じで入ってるのか分かりませんがいきます。一応ねあのワンパック3枚入りです。はい、ワンパック3枚入りでレアリティがねこのようになってます。3種類あって GP が5種で P が10種でノーマルが15種、まあ、P っていうのはプリズムですね、うん、で GP っていうのが最高レアリティですね。はい、プリズムに白押しが入ったやつです。はい、それが5種類、まあ GP がね出にくいっていう感じでしょうね。はい、で1パック3枚入りなんでいきます、せーの、はい、まあ、こんな感じでね入ってますね。まあ、すでにねキラキラ光ってるのが見えますけれども、プリズムはね必ず入ってるらしいんですよ。はい、3枚に1枚はプリズムなんで、まあ、1枚目はこうノーマルですね、ハインドリー。あ、2枚目からいきなり出たな、ガンダムエアリアル。おお、いいね、ガンダムエアリアル、このプリズム感がやっぱいいね。やっぱこのカードダス、うん、ちっちゃい頃から集めてたけどね、うん、めっちゃやっぱいいねプリズムカードはね。はい、で3枚目、もういきなり来ましたね GP。 はい、いきなり出た GP、 しかもかっけえガンダムエアリアルの回収型。このね、うん、本編知ってる人はね、うん、このセリフでねビビりましたよね。そんなことしちゃダメですって言ってね、人をねぐちゃって潰しちゃったっていう、ね、やめなさい。そんな衝撃的なシーンで終わりましたけれどもね、ワンクール。いやいいですね、かっこいい、うん、こうやっぱ白入ってるね、かっこいい、この白がかっこいい、うわかっけー。で裏はねとね、この懐かしい人はこれを見てね、ほんとわー懐いって思う人は多いんじゃないでしょうかね。昔からこのねサンスクミ的な感じでねありましたね、うん、いやこれがいい。はい、一応ねこれはシールではないですね、うん、完全にカードです。昔はねプリズマシールだったんですけれどもね、うん、今回はカードといった感じでね、じゃんじゃん開封していきましょう。はい、2パック目、よいしょ、はい、チュチュですね、はい、チュアチュリーパンランチ、すっごい名前だよな。はい、2枚目がフェルシー&ペトラで、3枚目がバンプリズムエランキレス、
はい、キャラカードですね。はい、こんな感じでね、一応3枚目がプリズム、多分2枚目にプリズムが来ると3枚目が GP って感じなんだね、多分ね。はい、はい、3パック目こうかな。はい、はい、ラウダニール、ポン、はい、ベギルベウで、3枚目がポン、はい、デミトレーナー、チュチュ専用機。はい、4パック目よっと、あ、いいですね、スレッド&ミオリネ、かわいい。はい、ティランザ、ラウダ専用機。はい、お、かっこいい、ガンダムエアリアルのミラソール射精フライトユニット装備、かっこいい。これ3枚目が必ずプリズムなんでね、外れ感がないんですよね、ワンパックでも。うん、これは優しい仕様と言えるでしょう。はい、では5パック目、エリクトサマヤ。はい、あ、チュチュダブりましたね。で、あ、ダブったダブりましたね。うん、はい、6パック目、あ、これもダブリ、ラウダ、ん、ザ・ウォード、これは持ってないね。はい、あ、ダブった、ガンダムエアリアル。はい、7パック目、お、お、デミトレーナー4体。こんな感じのね、構図のカードもありましたね、昔ね。うん、モビルスーツがいっぱいのやつ。はい、お、2枚目に来ましたね、プリズム、ダリルバルデ。うん、よし、これは GP 確定、せーの、あれあれ、あ、こんなこともあるんだね。あれ、プリズム2枚、あ、そんなことあるんだ。おー、いやー、すげえ期待しちゃった。8パック目、一応ね、なんかあのガチャガチャの自販機の方だとね、なんか2枚目がプリズムだと3枚目がね GP 確定みたいなこと言ってたんで、うん、てっきりパックもそうかと思ったら、パックは違うっぽいですね、パックは違うっぽいですね、うん、はい、ラウダ、ノーマルをかぶるか、よ、あ、これは持ってないね。うん、ガンダムエアリアル、普通のやつだ。はい、はい、パック数数えるのめんどくさいんだね。はい、いきます。よ、あ、持ってないね、セセリア&ローチ、こ、あ、ハインドリー、ほんと GP 出ないな、ドン、あ、出ないね、ガンダムファラクト。はい、はい、いきます、ボン、ニカ七浦、よっ、デミトレーナー、よっ、あー、シャディク持ってない、 GP 出ない。はい、ザ・ウォート、エリクト、うっ、あー、持ってないけど、ミカエリス、持ってないけど GP 出ない。はい、お、ベギルベンデ、持ってないな、よっ、プロスペラ、持ってない、いいよ、わー、持ってるな、ダリルバルデ。はい、チュチュ、フェルシーベトラ、うい、あー、エランよう出んな。はい、ザオート、エリクト、持ってる。ちょっと待って、 GP の確率えぐくない、これ全然出ないぞ。一番最初に出ただけじゃんね、まだ一種だよ。
乗ってない、ティランザグエル専用機。よっ、あ、ここできた、来いよ GP 来いよ、せーの、バン、あー出た GP。 持ってないやつだ、ガンダムエアリアル、うん、エアリアル出ます。うん、さっきのと違うやつだ、よかった。はい、白押しです。よし GP、 はい、あー持ってるね、ディランザ、はい、プロスペラ、で、あー持ってない、持ってる、持ってガンダムルプリス、あ持ってないね、はい、ガンダムルブリスか、ガンダムルブリス持ってない、はい、ベギルベンデニカ、あ持ってる、はい、スレッタ、うって、あ持ってない、グエルジェットワーク持ってない、プリズム、はい、ベギルベイ、セセリア王子、はい、あ持ってる、はい、なんだかんだでラストワンパックになりましたね。あれ GP ボックスに2枚しか入ってないのかな、頼む最後来てくれ、ディランザ、はい、あ来ない、ティー、あティー、うわー来ない。はい、一応ねプリズムだけ、はい、こんな感じで GP が2枚しか出なかったですね。いや出にくいなこれ、はい、でプリズムはもうね結構かぶり多いですね、うん、はい、一応プリズム10種はね出揃いましたね、うん、プリズム10種はコンプリート、あとは GP ですね、GP あと3周でフルコンプリートかな、うん、いやこれね結構どこもないですね、もうね、まあ、皆さんもね見かけたらねガンダム好きの方は買ってみてはいかがでしょうか、まあ結構懐かしさも込み上げてくるんじゃないでしょうかね、はい、ということで今回の動画は以上になります。ぜひこの機会にチャンネル登録していない方はチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。